疲れ様です。今回僕が勝手にちょっとバーベキュー呼んじゃったんですけど、うん、まあ、なんであの一旦はそのヘズマを動画に出さないっていう方針にしたじゃないですか、うん、なんでその美咲さんがそこを意思変えて出すことにしたのかなっていうところ、まあ、やっぱり本当にね大変な時にやっぱこうなんだかんだ言ってねこう励ましてくれる人は大事にしたいなと思うし、そういう時にいろいろ見えるよね、うん、今回本当にいろんな人が支えてくれていろんな人からメッセージもらって、うん、なんて言うんだろうな、すごく嬉しかったし、こんな自分でも意外といろんな人に支えてもらえるようになったんだなと思ってすごく安心したんだよ。なるほど。で、まあ、自分もね別に綺麗な人間じゃないし、まあ、いろいろあったことは事実だし、まあ、ヘズマもヘズマでいろいろあったと思うし、それ過去何かあったからってじゃダメだねっていうのは、まあ、自分がそうされてきたからしたくないし、まあ、ヘズマが、ね、結婚して更生して、まあ、頑張るんだったらいいんじゃないかな。うん、まあ、偏見ってよくないです、まあ、過去のヘズマは本当にクソ野郎だったけど奥さんができてなんか変わったような気がしたんだよ。分かんないけど、まあ、また騙されたら騙されたらそれまでだからまあ知らないよ、まあ、前の人生だからいろんな人に手を差し伸べてもらった分、まあ、自分もそうしたいなと思って、ただそれだけよ。そういうことだったんですね、うん、まあ、だからこれからもね必要な時に、まあ、ヘズマがちゃんと更生してればまた呼ぼうと思うし出そうと思うんで、分かんないですけど二度と出ないかもしれないし分かんないけど楽しみにしてください。そうですね、はい、ちょっと視聴者も思うことあると思うんですけど、はい、お願いします。お願いします。